さあ始まりました将棋場チャンネルということで、今回も棋譜を見ていきたいと思います。さあこのチャンネル、お酒を飲みながら将棋をわわ語っていくという動画なんですが、今回はこれなんか美味しかったですね。簡単に割れるレモンライムですかねを作って飲んでいきたいなと思っています。まあ3対1ぐらいですかね。さあこのチャンネル、お酒飲んでわーわー言っていくってやつなんで、よろしければね、見てる皆さんも一緒に飲んでいきましょう。さあそれではマドラーないけど、まあいいか、炭酸で割ってね。さあ準備できた方から一緒に飲んでいきましょう。お疲れ様です。あ、うまいね。やっぱね、手軽に割れるんでおすすめです。これはこれおすすめということで、今日やっていきましょう。今日やっていくのね、振り飛車党にはなんと久保ですね、久保先生ですね。まあ王座戦の、ね、挑戦者決定トーナメント準決勝ですね。久保九段対大橋六段ということで、先手が久保利明九段、後手が大橋貴洋六段ということでやっていきましょう。こちら詰め将棋になっているので、よろしければ解いてみてください。これが竜、これが馬、わかりますよね。これ竜王って書いて、これ竜馬って書いてあるんですよ。なんかパッと見読みづらいかなっていうあるんですけど、まあ一応始めたての将棋初心者の方のために、こちらが飛車竜王って書いて、こちらが馬ですね、竜馬ですね。さあそれでは棋譜を見ていきましょう。さあ端歩をついて工夫の駒組み、先手が久保九段なんで、ね、振り飛車党ということで、今回は四間飛車に組んでくると。なかなかね、今四間飛車ってあんまり見かけないんですが、それでもやっぱりバランスの良さとか、いろんなまあ開発された定石とかね、手筋とかがあるんで、なかなかまだまだ、まあアマチュア感では現役で行ってほしい、行っているし、プロでもこれからね何かあればいいなと思ってますね。さあこの香上がり、これが振り飛車の手筋ですね。居飛車の角が将来的に成り込んでも空成り、香車取れないよっていうことで、さあ居飛車側は急戦模様の駒組みに銀上がってくるんですが、ここで金を引いて現代風の囲いに手をかけなくても硬いよと、金銀4枚でエルモっぽくね、3一金と寄ることもできますね。これはさあ対して振り飛車先手は高みの囲いと、ということでここで居飛車が仕掛けてくる。さあ飛車先を軽くして振り飛車はさばきに行きますね。ここでさあ桂を跳ねてじっと貯める。さあ飛車を合わせて、これがさばきの準備ですね。まあ、7六歩と言って固めるのもいいんですけれども、振り飛車はね駒をさばいていって、あとは寄せ合いっていうのをやっていくっていうのがさばきですよね。さあここでじっと6四歩、次の6五歩を見せていく。さあここで角を引いてさばき、振り飛車はここ振り飛車党の方は結構多いですよね、やっぱりなんだかんだで。プロは居飛車がもうほぼ居飛車ですけど、やっぱアマチュアの将棋はやっぱり振り飛車は根強い人気があるんで、半分ぐらいいるんじゃないですかね、なんだかんだで。こうやって飛車をさばいていくということで、いや打たれるんじゃないですかって思った方、ここ底歩が打てると、ここまでが振り飛車の手筋ですね。で相手の飛車が狭いので、この相手が飛車が捕らえられる前に居飛車は手を作らないといけないということで、桂を跳ねていく。これは同歩と取ったら8八角成でゲームセット。さあこれは取れないということで、飛車をとりあえず落とす、まあ攻防に効くね7筋にも効かせといて、さあ7七歩と、さあ居飛車はこの飛車を動取られる前に何か手を作っていくということで、一本7七叩いてから6六角5七桂成を見せていく。さあその金を力強く角さえ取ってしまえばいいっていうことですかね。さあここで5七と攻め込んできて、あここでさばく金、なるほど、馬を取らずにここで左桂をさばいていく。さあもう取るか、ここで二段がね、なるほど、二段活用してね、こうやってさばいていくんですね。これがさばきのアーティスト久保ですね。さあどうする、ここは1一角成とするのか、一回受けるのか。一回受ける、いちいち角成はねもう終盤戦で寄せ合いになっちゃうからね、
1一角成と4七4八、どっちかな、どっちかに金打たれても受けるのはちょっとしんどいということで、一回自陣に手を入れましたね。いやー、ここで王手ということで、じっと、なるほど、固めてね、自陣に駒を投入して手番を握って弾いていくと。でここで角をぶつけて、なるほどね、ここで攻防の角を打っていく。いやーすごいね、攻防の角が見えて、さあここでどうしていくか。あー、おー、ここで金を打つ、金を打つのはなかなかですね。ここで金を打てる、いやーこれは長くなりそう。さあ攻め駒を補充していく。さあ居飛車側はこれはどうする。あ、なるほど、7七歩6九香車打ってこいということですかね。打っていく。さあここで取り合いになるが、なるほど、居飛車としては2枚替えだしと金も残ったよっていうことですね。さあここで馬をズバッと、馬をズバッと、もう寄せに入ってきた送りの手筋、これは竜が入って、ただここで弾いて、ここで何か手がないと困るが、3三金とねじ込んでいく。同金同桂は厳しいね、同金は5二竜だし、同桂は2一飛車があるんで、いやー同玉ということで、ここで悠々と入っていく。さあさあさあ、先手としては上に逃がさないようにしたいのと、金銀の3枚、後手の3枚遊び駒にしながら寄せたい。さあ後手は駒を持った、手番を持ったと。ここで攻防の角、先手からの4五桂を防いでいますね。これはかつ囲いの金にも当たりをつける。さあ、おお、自陣飛車、これはなんかいい手、雰囲気いい手ですね。次の2五桂馬が激痛だな、2五桂馬激痛、しかし角もしかも七駒になっているということで、4四歩と4三の逃げ道を作っていく。さすが2五桂馬を食らって終わってしまったかということで、退路を塞ぐ歩の叩き。さあここに歩をたたいて銀は引く。さあどうする、ここでじっと香車を取って攻め駒を補充していく。さあここで後手はじっと七駒になっている馬を、角をね、馬になって5四馬と引ければいいなって感じですね。さあここで駒が足りない、囲いを崩して銀を盛り上げていった。いや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 、これはすごいですよ。いやー、ここでどうする。さあ田楽刺し、ここでなった田楽を食いちぎっていく。さあここでどうする、おお、合わせの強、歩じゃない、確かにこれは同歩同飛車が十字飛車、馬取りと2五桂馬がやっぱり厳しい、これはどうする、馬を引いて我慢、だが香車のロケットが止まらない、止まらない、これはどうする。さあ歩を叩いて粘っていく。さあ上から押さえるが、香車が金を食いちぎる。さあここで攻めがつなぐか、桂をグッと貯めていく。いやーこれはすごい、どうなる、受けきれれば後手はいいが、先手の攻めがつながろう。なんだこの手、この桂馬はただなんだ難しい、パッと手がわからん、なんだこれ、ただただな、なんだこれわかんねえ、まあただで取らせて4筋を緩和するってことかな、で跳ね違えたら退路封鎖にもなるってことか。いやただだよな、手で取っていく、難しすぎてこの手の意味が分かんなかった。ただ4筋がちょっと、まあ、この分ちょっと緩和されたっていうニュアンスなんでしょうね。さあ入玉できるかどうか、入玉を阻止したい、守りの要、馬に桂馬を当てていく。やっぱこの馬がいなくなったらもう早いですからね。さあここでどうする、後手はここに香車を打っていく、馬は逃げないね、これは狭くなるんで強者、さあこれを食いちぎる。さあここで手番を渡すのはいかないということで、桂馬を跳ねて両取り。さあこの瞬間が甘いと見た、甘いと見た、ここで寄せ合いを目指す、寄せ合い3七銀下の王手ラッシュがあるが、ここは受けていく。さあここで食いちぎって守りを弱体化させていく、拠点を使って攻める。いやー
熱戦ですね、これは。さあさあさあ、ここで一本叩き、同玉は5七桂ぐらい、わかんない、どうする。さあ寄って逃げていく。さあ耐える、塞いで角打ち。さあ後手は入玉できれば、先手は入玉させずに寄せ切れるかというところ。さあここでさらに王手。さあ上に逃がせるかどうか。ここで金を固めていく。いやー手厚くね、やっぱ玉頭戦はね、駒をどんどん打っていくと、剥がしていく。さあここで逃げ道を使う。5四銀を受けてはたまったもんじゃないと。5四銀は受けれないので逃げ道を塞ぐが、その逃げ道もさらに銀を使って退路封鎖。さあさあ、そうそう、逃げ道がなくなってきたか。さあ銀を合わせていく。さあここで3一竜と4二竜を見せて、だんだん後手が受けるスペースと逃げ道が狭いが、角を打って頑張るが、ここでガーッと迫っていく。徐々に迫っていって、なんとか逃げ切れるかということですが、ここで決めに来た4二竜ということで、ここで金を縛る。あ、ここで投了ですね。これはもう受からないかな、必死かな。金あるか、4四金と5六角か、必死ですね。受けがないですね、これは。受けがないし、先手玉詰みもないと。いやーすごかったですね、四間飛車がまだまだ現役ということを。いやー良かったですね。これはちょっと難しい手もあったけども、振り飛車党の方は覚えておくべきのはやっぱこのさばきの局面ですよね。まず飛車を合わせて、ここね、ここ飛車を合わせて飛車をさばきに行く、この手筋と、であとこの底歩はまあ覚えておいた方がいいですね。この6五桂馬かっこよかったんですけど、この金上がりとかちょっとね難しいですね。このさらに左桂をさばく方を優先するっていうね、この辺の感覚ですよね、さばきのアーティストと言われるところで。ここはやっぱり攻めるか受けるかの判断で、やっぱり自陣が危ないときはちゃんと受けておきましょうということで、自陣にね駒をちゃんと投入しておいて、で手厚くなって自陣玉囲いもできたらということでさばいていくということで、さで手番を握って攻防に角打ちっていうことですね。でここも意外でしたね、飛車を取らせてと金を残すという感じで、やっぱね火種何か残ってないと攻めがないんで、ここで例えば打たれて飛車をね暴発、暴発というか、まあそうですね、桂馬取ってもって話ですけど、囲いの弱体化させたとして、させたとしてもこれでと金が消えちゃうんでね、やっぱりそれよりは火種を残しながら迫っていくと、2枚貝ですね。でここもズバッと一気に決めに行きましてね、この送りの手筋も覚えておいてください。相手取らせて竜を入るというこの送りの手筋は実戦でもよく使えるのでね、まあここで竜を玉、相手の玉にね脅威を与えつて、この4七飛車良かったですね。これはすごいいい手、自陣に打つっていうね柔軟な、なかなかやっぱ竜を作りたいから敵陣に打ちたいじゃないですか。それにじっとこうじーっとね角を七五枚にしつつ退路4筋逃がさないと、でちゃんと次の狙いの2五桂馬が厳しすぎると、2五桂馬からの角を食いちぎった手が激痛なんでね、さすがにそれはということで、この飛車はちょっと流れ変わりましたかね。やっぱりここからね、でも後手もちゃんと粘っていくんですが、これやっぱ攻め駒は足りないというか、囲いを崩してでも突出して、ここでちゃんと食いちぎって、いやこの手すごかったですね。4六合わせの強者、十字飛車の手筋で歩だったら分かるんですけど、強者で行くっていうのがすごいですね。これはまあ同歩同飛車馬取りと、さらにさっきも言った2五桂馬がきつすぎるんで、さすがにこれは食らってはいけないということで頑張るんですが、強者のロケットが止まらないということなんですけど、この2五桂馬ちょっと難しかったですね。多分言った通りだと思うんだけどな、まあ、4五桂だとこの退路封鎖になるし、まあ、かといって、まあ、取っていけば4筋の攻めが緩和できるっていうことになるニュアンスですよね。桂馬が一応そっぽいってるん で中央に逃げてくるんで、この2五桂馬は
ていうことだったんでしょうけど、ここからの、ね、やっぱ守りの急所を剥がしに行く攻めが正確でしたね。馬を当たりつけて、でこの強者もちゃんと食いちぎってね、ここで逃げちゃうとやっぱ囲いが弱体化しますもんね。まあ、逃げるっつってもどこに逃げるって話ですけど、まあ、逃げたらもうこう食いちぎられて手番が渡っちゃうんですよね。例えばこんな風にしてこうなってくるんで、ここはもう食いちぎっていってっていうこと でこの瞬間がまあ確かに王手、次4に取っても王手にはなんないので、ここでスパークするっていうね、この攻めと守りの判断、次3七銀から相当王手かかるんで、例えばこれ攻めちゃうとここからずっと積んでてもおかしくないですもんね。これはまあ飛車打っていって、ここからこれをちょっとしんどい、あ離して打った方がいいかさすがに飛車は離して打つべき、まあまあまあっていう王手ラッシュがあるんで、いやまあそこをねちゃんとじっと受けるっていうところで、そうですね、あとはもう退路塞いでとは、まあ、寄せ切ったっていう感じですね。ここやっぱり王様の逃げ道を塞いで、あくまで入玉させないように寄せていくっていうのが大事ですよね。ここちゃんとこうやって決めての5四金ということでしたね。いや振り飛車もまだまだ現役ということで、振り飛車の皆さん希望を見せてもらったということでね、よかったんじゃないでしょうか、よかったんじゃないでしょうか。さあ詰将棋の時間です。まあ、今までノーヒントだったんですが、今回はヒントとしては7手詰め、まあ、初手が見えればあとはああはいはいはいってなるかもしれませんね。で解きたいって方は一時停止などをしていただいて、ああこれかなとか、ちょっとずつ駒送りじゃないですけど初手見てから分かるかなとか、初手見れれば結構いけると思います。それでは正解の発表です。初手は金1ですね、頭に打つのが今回の決め手でしたね。これは同玉と取るんですが、ここで3二馬としておいて、同竜に1一となって取るんですが、ここで取った香車を頭に打ってということですね。いかがだったでしょうか。このチャンネルは、まあ、棋譜を見て考察研究したりわわ言ったりね、あとは将棋講座みたいなのもやっているんで、よろしければチャンネル登録や高評価していただいて、他のなんか見ていただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。